こんにちは。今からマッシュルームソテーを作ります。使うのはベーコン、エリンギ、しめじ、舞茸です。先にベーコンを炒めます。炒めた後にフライパンから取り出します。同じフライパンで次はエリンギを炒めます。塩コショウも入れます。その次はしめじを入れます。そしたら最後に舞茸を入れます。その後にバターを 10g 入れます。さっき炒めたベーコンも一緒に戻します。仕上げにレモンをかけます。これでめちゃめちゃ美味しいマッシュルームソテーをできました。作ってみてくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いしましょう。またね。バイバイ。